OK!OK! 皆さん、こんにちは。イムランです。このチャンネルでは、ネイティブ毎日に使う英語表記を私のクイズ形式でお届けしてます。やっぱクイズ形式だと頭を使うんで結構覚えやすいんですよね。なので、皆さんぜひクイズ形式楽しんでやっていきましょう。では、今日の表現いきます。今日の表現、英語の表現言うので、どういう意味か当ててください。じゃあ、いきましょう。今日は、God, I don't remember. では行きましょう。It was so embarrassing. It was so embarrassing. OK。では答えです。答えはめちゃくちゃ恥ずかしかった。OK。It was so embarrassing. Embarrassing が恥ずかしいですね。so がもうそんなにっていう感じで使います。一応めちゃくちゃっていう、なんだっけ？こうやってやるやつ。誇張するための表現ではあるんですけども、まあ、そうはそんなにみたいな感じで使うんですよね。なので、It was so embarrassing って言ったら、やっぱり前後にそのどういうふうにめちゃくちゃ恥ずかしかったのかっていうのを入れた方がこう自然な響きになりますね。もうそれぐらい恥ずかしかったんですよだけだったら、なんかどれくらい？みたいな感じになりますよね。そうは使うときは必ず何か前後に説明を入れてください。で、大体普通に会話してるんだったら説明入ってるはずなんで大丈夫だと思うんですけど、一応そうはそんなにっていうニュアンスっていうのを頭に入れといてください。OK? じゃあ、It was so embarrassing 発音ですけども、 It was so was と so くっつけちゃいますね。 was so It を止めます。 It was so で、そうじゃないですよ。 so スーパーマン、お口スーパーマンにして、so。音止めます。so。It was so embarrassing。so かな ?a です。OK?so embarrassing。いいですね。so embarrassing。embarrassing です。embarrassing。私、これにも。embarrassing。OK?it was so embarrassing。It was so embarrassing. Okay, very good. いい感じですね。もしかしたら発音やっといてくださいね。Okay, so thank you very much, guys, for watching. And if you have any embarrassing stories, please share them with me. And please write it down on the comment section. And I'll read it and maybe take it up as one of the topics for my video lessons. Okay? All right, guys, so thank you very much and see you next time. Bye!